皆さんこんにちは、はるチャンネルのはるなです。さあやってまいりましたマインクラフト。今日はね、いよいよ森の洋館に行きたいと思います。って言ってもさすがに中の敵とは戦えないと思うので、行ってやられてリスポーン地点に生まれるというこの流れで行きたいと思います。とりあえずね、行ってみましょう。で、一応ちょっとは戦う気があるので、この剣を持ってね行きたいと思います。で、その前に鉄を手に入れたので、バケツがね手に入ったから、ここの私のお手製のね、こっちにあった畑、これをこちらに移動させました。バケツがなかったからさ、水が張れなかったからあっちにあったんだけど、こっちに移動させました。んで、ここのこの危なかったところ、ここ農民がねいつも落ちてたところもこっち側にね移動させました。で、元気にこうビートルートをね育ててくれておりますね。小麦も育ててくれてますね。はい、そしてですね、いずれ村をねもう早いところ囲っちゃいたいと思ってるので、この辺にあった畑、それもこっちにね持ってきました。ここではジャガイモかな、育ててくれております。はい、そんな感じでちょっとだけね改良、村も改良しております。よし、それではいらないものを置いていきましょう。できるだけ最小限のものにして、ちょっと矢とかも失ったら嫌だから、もうね、なんならね取りに行きたくもないよね、失ったものをまたやられる可能性があるからさ。一応この辺は持っていきましょう。で、この辺弓ももう持ってくのやめようか、 100% 死ぬと思うのでね。この辺はまあ失ったとしてもまた作れるものなので、バケツも置いていこう。で、このね板材、これを大量に持っていきます。よし、まあこんな感じでいいでしょう、持ち物チェック。で、この防具たちもまあなくなったとしてもまた作ればいいからね。エンチャントとかも特にしてないし、ちょっと心配だから一応剣とクワだけ1本ずつ作っていこうか。よし、オッケー。じゃあこれでいきたいと思います。よし、いよいよ洋館にレッツゴー。さあどんな感じかな。一応ね、こう洋館に行くためにですね、この道をね若干整備してたんですよ、密かに。ここにね木がいっぱい植わってたんだけど、一応木もないようにしてきました。ん、ちょっと待って、それはいいけどベッド持ってきた方がいいんじゃない。ちょっとベッドだけ持ってきますわ。よし、じゃあ一回寝てから行きましょう。おやすみなさーい。はい、おはようございます。よし、じゃあ行こう、レッツゴー。いやー、ちょっといいね、洋館の中どんな風になってるかな。洋館の中ってね、いろんな部屋があるらしくて、50種類だったかなぐらい部屋があるんだって。なので、どんな部屋があるかちょっと楽しみですね。で、向こう側も海、こっち側も海っていう感じで、海を渡らないとね行けなかったので、ここでこれが登場します。これをね橋として置いていきたいと思います。なのでね、こんなにたくさん持ってきました。1本でよかったな2本いらなかった、まあいいか、2本の方がね行きやすいしね。お、ふんふんって言ってる、中から聞こえる声だよ。ふんふんおじさん、ふんふんおじさんって、ヒカキンさんがね、ふんふんおじさんって言ってるから、ヒカキンさんの動画が好きでね見てるので、ふんふんおじさんっていう名前で覚えてしまいましたねなんていうやつだったっけな、ビンディケーターだったかな、確かそんなような感じの名前の人でしたね。お、ちょっとここ崩していかないといけないか、ちょっと一応松明置いていこうか。あー、なるほどね、そうなってるんだ。どっから来てるんだろう、この水はどこから来ているのか。あれ、入り口どこだ、もしかして向こう側が入り口だったのかな、ありえるね、逆から来ちゃったのか。お、こっち側が入り口か、あれ、あそこか入り口は、全くの真逆から来てるわ。そうか、じゃあ向こう側から来ないといけなかったんだ。まあどっちからでも来れるようにしておいた方がまあいいでしょう。おお、そして穴が開いている、穴開いてるね、ここは危険、危険ですね、危険ということで、一応蓋はしないでおこうか。蓋はしずにここら辺にこう松明だけ置いておきましょう。なんかでも明るい気がするけど、まあいいか。ここが入り口でしたね、なるほどなるほど。おお、真っ暗、ちょっと待って、と表の整備をして中に移動を見ますかね。そっか、この海と本当にこういう面してる感じだったんだ。
もうちょっと森の中チックな感じなのかなって思ってたけど、そういうわけじゃなかったんだね。じゃあこの辺の木も切りたいな。よし、オッケー。それでは行きましょうか。森の洋館の中へ。すぐに逃げよう。わー、クリーパーやだー、クリーパーはやだー。絶対に爆発してほしくない。他のやつらはさ、襲ってくるだけだからいいんだけどさ、クリーパーはさ、爆発したらもう厄介極まりないじゃない。洋館が壊されてしまう。大切な洋館なのに、大切な私の家になるはずの場所なのにね。おー、ここすごいね。こんなところもあるんだな。なのでちょっとクリーパーだけは本当に嫌だ。やっぱ弓持ってきたらよかったな。そう考えたらクリーパーって水の中も来るのかな。うわ、水も来るんだ。で水はどうやって爆発するの。爆発しないのか。来ないじゃん。今日はここで野宿。おやすみなさい。ちょっとクリーパーやだな。水の上で爆発したらこれどうなるんだろう。ちょっとやってみたいかも。あ、爆発した。あ、いいじゃん。特にダメージなし。あ、いいねいいねいいね。お、なんもない。あ、いた。この人この人、ビンディケーター。あー、ここまで来んの。マジかマジか、強いんだよ。一回逃げようか。防具着てるのにさ、こんだけダメージ食らうんだよ。あの人あそこから動けないのかな。もしかして水に弱いタイプは、ありえるかも。水に弱いタイプかも。ちょっと行ってみようか。おー、やった、やったやったやった。こっちの動きの方が早いぞ、水だったら。そういうことか。よし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 。じゃあ外にまで逃げちゃえば OK ってことだ。なんか怪しい音がしたな。大丈夫か、ここ隠し扉。うわー、ぽい。隠し扉急にある。隠し扉じゃん。なんか襲ってくるよね絶対。やだわー。あ、雲。うわ、雲ばっかり。雲しかいないのかな、でもあの部屋。うわ、来てる来てる来てる。よし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 。雲の部屋なのか。まだいるね。あ、もういない。おお、どっから落ちてくるんだろう。上、湧き潰ししました。よし。おお、なんかやった。なんか入ってた。エンチャントの斧だね。ちょっとこんな感じで行ったら意外といけるんじゃない。うわー、クリーパーがいる。クリーパーは外におびき寄せて水の上で攻撃っていうのが分かったね。いやー、ちょっと待って。おー、クリーパーがいる。危な。よしよしよし、ここだったら全然爆発してくれても大丈夫ですよ。おー安全な爆発だ。よし、分かった。ちょっとこんな感じっていうことが分かった。森の洋館はね、こんな感じということが分かったので、ちょっと今日のところは帰りましょう。ふふふ、大変だ。これは攻略していくのは大変だ。まあでももうちょっとね、いろいろね、弓とかもいろいろ強いものが持てるようになったら、もうちょっとガンガン進んでいきたいと思いますので、この辺から向こうを通っていこうか。もうちょっとかな。どうだろう、ここのラインちょっと違う。こっちから行くか、しょうがないから。うん、やば、ちょっともう夜じゃん。しょうがない、ここで寝るか。ここにベッド置いて、おやすみなさーい。はい、おはようございます。よし、じゃあもうちょっとだけ頑張りましょう。よーし、オッケー。これで橋の、おお、見てあそこ、ほら、いるよ、なんかいる。まあいいや、とりあえずね、ここに橋を建設しましたので、いつでも行ける。ここを曲がれば森の洋館です。いいねいいね、いつでも行けるよこれで。ちょっとこの辺のね、整備もしたいし、向こうの洞窟もうちょっといい感じだったから行きたいね、また。よし、ということで森の洋館はまた後日。
はい、ということでね、森の予感はまた後日攻略に行きたいと思います。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。